皆さん大変お待たせいたしました。本日は第25回東京国際映画祭特別招待作品随の新作へようこそお越しいただきました。 Hello everyone and welcome to the 25th Tokyo International Film Festival Special Invitation Screening of A Terminal Trust。 それではお待たせいたしました。本日のゲストの方ご紹介してまいりましょう。草刈民雄さん、役職おじさん、須尾雅之監督です。どうぞ。第25回東京国際映画祭特別招待作品随の新作、以上の皆様で行ってまいります。どうぞ改めましてよろしくお願いいたします。まずは須尾雅之監督です。 So can we have a word each from the three?First of all, the director of the film, Mr. Masayuki Suo. Hello, everyone, and welcome to the screening. I hope you will enjoy this film immensely till the end. Thank you. ありがとうございました。続きましてご挨拶をお願いいたします。草刈民雄さんです。Ms. Tamio, 草刈 please. 皆様こんにちは。今日この東京国際映画祭の、この場所でこの映画が公開されます。上映されますこと、とても、嬉しく思います、皆様に楽しんでいただけたら幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。そして役所広司さんです。 Mr. 広司役所 please。 こんにちは、今日は東京国際映画祭のもうたくさんある映画の中からこの随の新作を選んで見に来てくださって本当にありがとうございます。どうぞ楽しんでください。僕もこの映画に出てますけど、この映画を見たときに、さて自分はどんな最後を迎えて、どうやって、誰に何を伝えていこうか考えました。そういうことでこの映画を見た後、そういう会話をご家族でされると、何か、また変わった絆ができるんじゃないでしょうか。どうぞ今日はごゆっくりお楽しみください。End of life, how I should end it, whom should I tell it to, and what should I tell to that someone? もうご存知の方いらっしゃるかもしれません。この映画随の新作なんですが、第36回山地文子映画賞という、まあ、年末にずっとこう行われます映画賞の前哨戦とも言われている、そういったですね映画賞を受賞しました。おめでとうございます。本当にですね、さまざまなところからもこう素晴らしいという声が聞こえてきているんですが、草刈さんと役所さんにもお伺いしたいと思います。実際に見た人のご感想とか耳にされたりとかするんじゃないでしょうか。また映画賞、この受賞についてもコメントいただければと思います。はい、この映画は見る人が本当にその人の生きてきた経験の中でいろんなことをこう考えながら皆さん生きているわけですけれども、まあ、それによってこの映画を見て考えることが人それぞれなんだなと、見る視点も様々ですし、でもどの方の感想もとても真摯なもので、見た人に何かこう深く考えさせる何かを何かそういう影響を与えてくれる映画になったのかなというふうに実感しています。 And I think it gets people thinking very deeply about their own life. ありがとうございます。役所さんいかがでしょうか。もうまずはこの山地文子賞というその映画の賞としては非常に歴史があって権威のある賞をいただけたことは本当に嬉しく思います。
First of all, I'm very happy that this film has won the Yamaji Fumiko Award, which has a history and is a very prestigious award. まあ、僕の身近なところでこの映画を見てくださった方々のその感想としては、やはり自分の、まあ、僕ぐらいの年齢になると、やはり自分の次の信託は誰にどうやって伝えていこうかってことをやっぱり考えるらしいですね。若い人になるとやっぱり自分の母親、父親、おじいちゃん、おばあちゃんに対して何かをこう聞いて聞く時間を持ちたいというような感想をいただきました。総監督、今ちょうど役所さんもお話しされていましたが、まさにこの映画というのは本当にこう人生の最後をどうやって迎えるか、そして若い人たちにとってはそんな人生の最後を迎えるであろう両親ですとかおじいちゃんおばあちゃんに対してどうやって接していくかというのを考える作品とも思われるんですね。まあ、就活という言葉がございますが、そういった作品的なこう評判というのも聞こえてくるんですが、それについていかがでしょうか。この映画を作るきっかけになったのは小説次の信託、というものがを読んだことでした。Actually, the origin of this film is when I read the novel by the same title called A Terminal Trust. その時映画にしたいと思った一番の理由は、例えばその終末医療であったり、まあ、今話題となっている就活、あるいはその刑事処方といったテーマもあるんですけど、そういったテーマ性に惹かれたわけではありませんでした。一番惹かれたのは、この小説がこう描いている人と人がこう向き合った時に、そこに生まれる空気感のような、まあ、ムードと言ってもいいのかもしれないですが、そういった人が人と向き合った時にそこの2人の間にこう生まれてくる空気のようなもの、それをいろんな形でこう書かれていたので、それを映像表現したい、それが、最初の思いでした。ただもちろんその終末医療や刑事司法というテーマも僕にとっては切実なものでした。刑事司法については前作ダンシング・チャップリンという映画の前に作った、それでも僕はやってないという映画でも扱ったテーマですし、医療については本当にこの10年で僕はいろいろな親しい人を亡くしているので、とても身近な問題でした。今就活ということが話題になっていますが、だからそのことを意識して、でそれがたまたまこの映画の公開に重なるようにして社会問題化しているということについては本当に偶然の一致です。ただその偶然の一致がなぜ起きたのかといえば、僕がまさに今この日本で生きている日本人であるから、そういった社会の動きというものがやはり僕にどこか影響を与えているんだと思います。ですから本当にいつも映画を作るとき、僕は今の日本の空気をきちんと呼吸して、で作りたいと思っていること、それが反映された結果だと思っています。どうもありがとうございました。Thank you. Thank you very much.